ですか。すいません。ありがとうございます。見えないもんね。ごめんなさいね。月はもう今日とあと12日とでおしまいで、月が
が2月の16日でちょっと1ヶ月空くんですよ、はい、1ヶ月このここの会場はチョコレートの販売のために開催されるそうです、はい、そうだからバレンタインが終わってからまた開催だそうなんで、はい、ちょっと寂しいですけど、まあ、来週はまだ会えますので、はいはい、よろしくお願いします。では、はい、では間もなく開演です。私が館長の林浩二郎でございます。ありがとうございます。まあ、お正月ね、皆様それぞれお過ごしのことと思いますけども、私はね、正月の2日に道頓堀の方にちょっと繰り出しました。3日の日や、はい、3日の日に繰り出して、ほんでカニでも食べようかなと思ってカニ道楽行ったら、もう朝からず昼からずっとや、ずっと夜まで全部予約で満杯、入られへん、もう何軒もあるんですよ。全部ダメでした。で、仕方ないから日本橋の方にある、あるね、
魚を釣ったら安くなるというねお店があるんです。イケスがあって船の上に乗ってこう釣り糸を垂れてこう鯛を釣ったりしたら普通やったら3800円とか4800円とか1000円安くなる。それでまあ釣らなくてもいろいろお寿司を注文したりとか、そこは広いから入れたんですよ。で入ってきた家族連れ子供連れの人がワイ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 やって、で僕らまあ、適当に天ぷらとか言ってね食うてたんですけども、そしたらね家族連れみんな釣り糸を垂れてるんですよ。子供がねお父さんがお前ちょっと見たかってこうエビみたいのエビでこうエビを垂れてる釣る、ね、俺がもうずっとね小部屋でこのお子さんこう釣ってるんですけど、もういつまでたっても釣れないからこの釣り竿をそのまま置き去りにしてほんでみんなで食べて、で鯛はね通ってるんですよ釣り竿の方、餌のとこもう顔をかすってもスーッとこうそれ全部透明やから見えるんですよ。ほんでこうやってもこうこうこうってもうこれ絶対食べへんでと、これお客さん入れる前に餌をたらふくわしてやってるんではないかという疑いを持ちましたけども、でもお父さんがねそうやって家族をみんな連れてきて、ほんで子供がなんや釣れんかった釣れんだんだん家族がだんだん暗くなっていってね正月早々かわいそうな感じでございました、そんなことを庶民の暮らしを垣間見たわけでございますけども、今日はですね、黄色いお召し物の青木美香子さんでございます。よろしくお願いいたします。そうなんです。今日はもうそれにちなんで金運にしました、ね、金運もアップするようですよ、ね、なんかそういう歌い手さんいましたね、平山美樹さん。あ、そうですね、全部金運というのがありましたけども、はい、いつもねお衣装が金運で、はい、今日はお正月らしく、はい、歌とそれからね、はい、この後ね最後の方でね、はい、獅子舞の私背中がちょっと獅子舞でございます。その時に、アコーディオンしか弾いておりません。シンピーさんがしか弾いてないんですけども、今日は違う芸当を披露するとね、ご期待くださいます。それでは1曲目でございますけども、リクエストいただいてまして、俺もリクエストですか。今日はいらっしゃってないですけど、まあ大体そんなの多いです。そんなの多いですけど、これ天地真理さんが初めて紅白歌合戦に出た時の歌ということで。はいはい、お届けしましょうか。はい、はい、一人じゃないの、一つの
まで出会いました。そうですね。また今年も来られるって言ってましたので、今日はいらっしゃってないんですけども、はい、ハイブローといいますか、セレブな方々 で、はい、わざわざ滋賀県とかこういうとこから、日本人の組織ですから、300人今おられるみたいで、もうとにかくね、はい、泊まりがけで、はい、一流ホテルに泊まってこれを見に来られる、ね、素晴らしいですよ。いや、それはもう逆にね、朝ドラ出てる方々が演奏されてる歌を聴けるいうことですごい喜ばれました。なんであなただったらもっと売れないんですかって言われて、ほっとき歌ってそんなおっしゃってました。それは私らにも分かりません。もっと売れたらいいですねっておっしゃってました。頑張りましょう。今年もよろしくお願いいたします。正月は我々はですね、何をしているかと言いますと、いつもこの頃からかね、お正月はいろんな大阪市内のホテルに行きまして、ホテルニューオータニ、それからリーガロイヤルホテル、それから リッツカールトン、ああいうところに行きまして、だいたいお正月、まあ最近コロナでちょっとやめてますけど、昼間バイキングをやってたりいたします。そういうところのステージなんかでお正月らしい風景をということで、まあ、獅子舞をがやってきたという感じでね、まあそういう伊勢大神楽の獅子舞とは違いますけど、まあ町の江戸時代、昔のチャンバラ映画、時代劇の映画なんかにね、江戸の町が出ると、まあ若い大工さんとか飛び職の人がこうね、反転を着てこう夏祭りなんかで出てくる、あんな風景でやってくれということでやっておるんです。そんで私が最初におりました青空宣伝車というね、富田にありました宣伝車は、社長さんというのが、東大阪にありました帝国キネマという、その後は戦争になってどんどん合併になったり、撮影所がね、長瀬にできてね、もう1年か2年かで燃えてしまったんですよ。フィルム全部ない。月形龍之介さんが大スター、はい、ご存知の方は少ないと思う。月形龍之介さん、映画の中で水戸黄門やってました。その月形龍之介さん相手に悪役でね、切りかかったりするような、それからわーっと大勢群衆ですよ、どうしたどうしたどうした、もうなんだなんだ、お振りがけ見ておーとか言って、そんだけの役で出てたのがその社長さん。だから撮影所の関係で獅子舞なんかいつもやってたから、はい、いうことで、私が1981年に入った時から、例えば大阪ロイヤルホテルね、リーガになる前のロイヤルホテルに行っておりました。宴会場で、でその時僕はね、まあ他の現場も言っとったけど、私の最初の妻なんかが、何が面白いとね、お囃子が面白いから録音せなあかんって録音してあるんですよ。でステージに、普通は獅子舞といったら笛なんですけども、その三味線の方、松波さんと言いまして、飛田で、まあその時は流しをしておりましたけど、もともとは映画の伴奏もした、お芝居の伴奏もした、あらゆる方角のことをご存知だから、飛田で流しをしてても、まあ新内ドドイツをね、みんなやりました。歌謡曲も弾くけど、もうすごい、その今から40年前で、もう70代後半です。ほんで着流しでパリッとオールバックに、当時でもう、そう70代後半で、髪の毛はだいぶ薄かったけど、黒とね、前も言いましたが、全部、鉛筆で描いてましたそう、いきなりお父さん でその方がロイヤルホテルのステージで三味線が、まあものすごいで、獅子舞で三味線なんで、その時ね、エッジゴジじゃなくて勧進帳や、勧進帳、ダン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 タタ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 タン、それをね、あそこのね、ステージで本当は姉妹もせなあかんけど、入ってたともちゃんともう一人が、もうステージは陽性なのとか、もうそんなこと、もう打ち合わせしなきゃしんどいから言って、バイキングの会場、はいはい、ずっと回りますと言って、下をね、獅子かぶった、二人でかぶったまま、舞台では太鼓叩いて、はい、で三味線、タンタンタン、それがね、もう延々と、1時間、1時間勧進帳を弾き続けたテープがありますよ。最初はね、あれよ、どん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 ね、弾いてる方を足し合うから、どんどんアドリブが入ってきて、なんで、
タクタクタンタンタクタクタンタンタク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 すごいですよ、70年録音があります。で、3日間その松並さんの三味線なんです。日替わりで太鼓が変わる。最初の日が山本東三郎、新道の前、役者もやってた。で、それに、大野さんという普段はラッパを吹いてるお父さん、その人も楽隊や出身、締め太鼓も子供から叩いてる、パンパンパン、割とオーソドックス。そこへね、岸和田の林さんって同じ林なんですけども、久米田の林さんね、その人はもう太鼓独特のセット持ってた。でその方は活動写真の無声映画の伴奏しとったから、その同じ勧進帳がドンガンドンガン声が入る、ヒョーッと、ああっと言って、おおと、はよ戦うんだよ、こう手が上がった、はるそれがまた1時間やったら、ね、そのくらいやった方がおもろい、まあそそうですね、ドラマチックで、その録音があるんでございますけど、またみんな聞いてくださいね。でみんなこほんで回って回って、ともちゃんがもうその時58歳や。ほんで なんでこれ途中で脱いだりするんですけど、なんで脱がないかといったら女で入ってるというのバレたらかん、それと年齢が若い男性だということで中に入ってる若い男性で、脱いだらおばはんやったって嫌やから、ほんだからもう我慢して1時間履いて脱いだらもうゆでだこみたいになって、そうですよ、ようやってたなと思いますねえ。で、私が姉妹に最初に入ったのはもうそれこそ元旦2日だったかな、3日だったか、広島の総合という百貨店、そこの初売りに行きました。わざわざ前の日からホテルに泊まって、でそこへ一緒に行ったのがさっき言った松並さんの三味線で、私は姉妹に入ったことはベテランの人が入るから、中野さんというおじいちゃん84歳で、青沢千里さんの向かいに住んでる路地裏の拝み屋のおじいちゃん玄関入るとありとあらゆる八百万の神が祀って、わけがわからないおじいちゃんをね、社長は好んで使って、その人と一緒に前の晩から広島へ泊まって、一応広告代理店と企画会社が間に入って、ほんで明日何するんかなと思って、松並さん三味線行く、中野さんどうぞ、打ち合わせも何もなし。ほんで当日になって、一応ね広告代理店の人が、伝統ある河内の獅子、河内獅子の皆さんですって、河内獅子やったんだこれほんで中野さんのおじいちゃんこうやってねするけど、後ろに入っとってくれたり、それがね前行ったら後ろにするからアコーディオンみたいなと思って伸びたり縮んだり縮んだり、それでも20分ぐらい入ってたよ。ほんで脱いだ後ね、 MC の人がいて司会の人がいて、いろいろインタビューするんですよ。このお仕事は長いんですか。ものすごく長い、いつもどういうお稽古する、もういつもね夜寝る時もこの獅子と一緒に寝てますけどそんなわけないで、まあ、楽屋に入って楽屋の方で終わった後ね、代理店の人とか企画会社の人と会話をしてました。その時松並さんはさすが流しもやってるから、そこで あの曲やってくれると、ああドドイツやってね、新内やって、あ長唄やって全部弾くし、やってると、あさすがやな、こんなもん残さなあかんなって言って代理店の人は言ってるわけね。で連れてきとったの確かね、模擬紹介ね、模擬ポーズで、その兄ちゃん、企画会社の兄ちゃん、あんたんとこのね事務所の中にはあの表紙がね、あんたのもう先祖の初代の人はね、もともとお初天神の裏の東西屋やったんや、ああいうのを残しとかなかんで、この若い兄ちゃん私や24歳あんたはそういうの受け継いでいってもらったら困るでとか言われながらね、その40年前のお話でございますけどね、まだまだつきませんね、思い出すと。まだつきませんけども、それから、大田の次は、大田は何でした？ああ、これは素晴らしい。これはね、日本語、英語、中国語をやりました。今度はね、スペイン語でございます。キサス、キサス、キサス。答えは普通でも
ましたか。ね、スペイン語も昨日からね、大変でしたね。そうですね、昨日はあのスーパー銭湯で、はい、露天風呂で、あのキサスキサスと北国の春の歌詞を、岩盤のとこでこうやって歌詞を見られる。肌すっぱなかでこんなに。周りの方の、この人なんか変な人やなぁ。あって貼ったんじゃないかなと思いながら、クリアファイルに入れて、ボーっと言ってました、ね。そういう努力の賜物でございます。ありがとうございます。さっきね、はい、調子に乗ってね、そうもう一回次の回に喋る内容まで言ってたら、いやでも思い出がやっぱバラッと繋がってるから、そうそう繋がってるから、じゃあ、はい、ついでにもう一つね、はい、今度はね、はい、新大阪にセインシティっていうのがあるんですよ、はい、センシティの初売り、はい、あの全店舗を獅子舞で回るというね、何百件ある店舗あると一定の時間内に聞いてましたけど、楽しかった。餅つきもやってるし、うん、もう何号館何号館何号館、うん、今回は何号館と何号館行きましたって言っても、確か10号館ぐらいまであったかな、うん、まあ、センバーセンターも行ったけど、毎年行ってたのは新大阪センディシティ、ほんでね、こうやってこう通路があって両側に店があって、まずずっと奥まで行って、それが一軒ずつ行くんですけど、あのお店によってね、どうぞ中までやってくださいとか、店によってはどんどんあの拡張していく店がある、あ、はい、どんどん隣の店が辞めたらもうどこまで自分の店、はいはい、広がったとこで、そこでもね、ご祝儀がいただける店と、はいはい、もううちは結構ですという店と、一応これ組合員のところを回ってるだけなんですけどね、でご祝儀はいただかなくても、あの我々はギャラをいただいてるから、仕事ですから、ほんでいただいたところでは打ちましょう、そう、もう一つ三度チャチャンチャンってやりまして、景気づけたわけでございます。でその本当に大変だったんですけども、それ全部回った後にその事務所の方の横に広間があって、そこで、その組合員の方が新年会をされて、で一応形だけの新年会ですから、料理とかいっぱい余ってるわけで、それを私たちが行ってできるとようできてます、サンドイッチとか、まあ柿の種とかそんなんですけども、それをいただくのが楽しかったですね、うん、でその時に、梅田の第3ビルの地下で店舗をブティックをやってらっしゃったお嬢さん、私は第3ビルの前でノーパン喫茶のプラカード文字を長年やってまして、長年1年間だけね、その時に親しくなったブティックのお嬢さんがあって、そのお嬢さんに私ね、もう身分が違うのに昼ご飯をおごってやってたの。え、昼ご飯僕がおごってやったの。おごってちょうだいとか言って、お兄さん稼いでるんでしょとか言われて、うん、だったらおごってやるわって、おごってたんですよ。ほんでその娘が成長して、娘って言ったらその時の20代や、選手に行ったら、そのお父さんがやっぱいわゆる家業と言いますかね、いろんな事業をやられて、セインシティでも店舗をバーッと持ってらっしゃる、でそこでお嬢さんにもまた再び会って、あの時のおかしいな、あの時の兄ちゃんかなっていう感じで、で一応あの自分が出世した姿を見せたわけ、獅子舞して、そうですね、ブラカードから獅子に変わりましたよ、ブラカードから立ってから獅子頭を持っている姿に、でその時に買って、そのお店に置いてあった商品で、はい、うちであのキンキラキンのラメの入ったベストがあるでしょ、はい、それがそのお嬢さんがやってる店があったんです、あ、そうなんですか、あのアメリカの国旗とか、はいはいはい、でもまだ使ってません、あれを何枚も買って、そういう思い入れがあるんですよ、なんと、そういうね、どうそれを現物でまたここ持ってきて、持ってきてするような、ね、なんかそんな回もあるって、今ね、よう使ってる、よう使ってる、これが使ってましたよ、石西屋さんの時も使ってた、使ってました、使ってた、バンドの仕事の時に使ってますけど、まあそういう一つ一つに歴史があるんでございまして、まあというと、ええ話、では娘の踊り、文香でございます。終わるはずのない愛が途絶えた、命尽きていくように
誰かを愛している。心悲しくて言葉にできない。その後いろんなところに、伝わっていって伊勢音頭系統の民謡とかいろいろ日本中にあるようでございますけども、
九州のね博多の方にもやっぱ伝わっておりまして、これ完全に大本伊勢音頭ですね。こうやって祝いめでたの からね、朝の早いのに出てきてうろ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 おばちゃんがいるんですよ。ミニスカートで、ロを超えてはるんですけどね、その人がね、はい、建物と建物、家と家の間の隙間にね、猫の餌をまいてる。猫の餌、どこでも野良猫に餌をまかないでくださいって書いてるけど、その人は猫好きで野良猫にこの餌をまく。全部この肉が食べたらまたいいんやけど、食べ残りがいっぱい残ってんねん。これをまた掃除せなあかんおばちゃんがおるわけ、はい、またこんなもん猫姉さんがいてから、あの人はもうなんでこんなことするんやろうなとか言いながら、それが積み重なって1ヶ月2ヶ月3ヶ月経ったら、そのおばちゃんもとうとう頭に来て、その夜中に早朝にですね、待ち伏せして、そのおばちゃんがこのミニスカートをよう超えたおばちゃんが猫の餌をわざわざ自転車のここからスッスッてその人に向かって顔にね、はい、塩をまいた。顔に塩をまいた。塩をまいた。うわーってなって、はい、ただその厄払い。厄払い。その
猫に餌やってるおばちゃんがまた怒ってね、はい、もうこれ傷害罪だと、これはもう訴え警察に連絡して、もう訴えるから覚えとけよとか言ってね、はい、で片っぽは片っぽでもこの猫に餌をやるからもうえらいこう汚れてしまって大変やから、はい、あんたの方こそ方こそ訴えてあるって、はい、でこれはもう僕はどっちの肩を持つわけにもいかないの。あ、そうですね、どっちのおばちゃんも私知り合えない。あ、そうですか、そうどっちのこれはやっぱ法で解決してもらわないかということで僕悩んでない。あんた分かるかな、これ。それはですね、お任せくださいませ。はい、私こういうものをしております。無料法律相談所でございます。大丈夫か、確か神戸大学行っとったっていいけど、ちょっとかじったぐらいの知識でな。いやいや、神戸大学の法学部は私8年行きましたので、本当にそしたらその猫の餌と塩をまかれた問題ちょっと調べてくれ。は、ちょっと、はこれはね、判例があるんでございます。判例、は福岡県高等裁判所昭和46年10月の11日刑事裁判月報3号10巻1311ページによると。あ、結局11ページだけど判例があるけど、これ何の法になるわけ。法、あ、これはですね、刑法204条傷害罪の中の刑法208条暴行を加えた者が傷害に至らなかった場合には2年もしくは30万円以下の罰金に処するとある暴行罪に当たるというわけなんでございます。塩をまいたことが暴行罪。は、塩をまいて、ほんで暴行を加えたけど暴行で怪我はなかったというね。これはですね、うん、怪我はなかったら傷害にはなりませんが、うん、殴ったり叩いたりしなくても相手の言われのない不快な嫌悪の気持ちにさせたということで塩をかけただけで暴行罪が成立するのでございます。えらいことやな、やっぱ深くに腹立っても塩をまいたらあかんな。深くに塩をまいてはいけません、うん、嫌な気持ちにさせたら暴行罪になるからあかん、うん、なるほど、これはおばちゃんちょっと自覚してもらわなあかんな。本当にね、まあそんなもう顔に塩をかけるだなんてもうこの人言うたらしようがないですね。しようがない。まあこんだけ長いこと取り出してしようがない、もうやっぱりあんたあかんわ、はい、やっぱもう法律相談やめてもらう。ちょっとこれからちょっと考え直さないと。それでは本日の最後の曲になります。早く春が来たらですね、春よ来い。
ためになるでもございます、どうぞ今年もよろしくお願いいたし、ありがとうございました。